皆さんわがままを聞いてもらってすみませんいいってケセドニアには戦闘ビナーの人達もいる崩落の被害者が集まってるんだ話をしておいた方がいいよそうね彼らから話を聞いておけば両陛下にも外郭大地降下がどういうものかより分かってもらえると思うし大地が降下したら両国ともクリフォトで生活するわけですしねそういうことアスター達にも 今俺たちがしていることを伝えておいた方がいいだろうそうね